はいどうも皆さんこんにちは。今日はですね日曜日なんですけど、3月24日日曜日なんですけどね、北九州の春のパン祭りっていうイベントが見えますかね、向こうの対岸の方でね、勝山公園の大芝生広場でね開催されているようなので、今日は行ってみたいと思いますね。あいにくの雨なんですけどね、まあ、頑張って行ってみようか。雨が嫌ですね。結構皆さんもうねパンを買って帰ってる方も結構いらっしゃいますね。はい、会場に到着しました。パン祭り、あ、もしかしてね冒頭で間違えて春のパン祭りって言ったかもしれませんけど、春のは余計でしたね。北九州パン祭りかな。さあ飲食ブースもあるけどね、テントが限られてるので絶対ここで食べれないですよね、まあね、どんなお店が出てるのかざっと見てみましょうかね。あとパン以外のエリア、これキッチンカーも出てます。こんなん見ていく。ポテトのお店と、これはヤンニョムチキンですね。ああ、月のたこ焼き屋さんもあります。山形牛ね。やばい、お腹空いてきますね。めっちゃお腹空いてきた。ダンズ工房プリン屋さん、なるほどね、もちもちクレープ。ちょっとぐるっと一周する感じで行ってみましょうかね。こっちは何のブース？お、人気あるね。めっちゃ難度。春パンラボ、六丁屋。パン、あ、やっぱグラティエ出てますね。サブロックサンド、木村屋のみたらし団子がありますね。1本300円。鎌倉屋。あーじゃないって今いらんって言ってないの。あ、美味しそう。奇人と変人、エキセントリック。すごいしね、やっぱ人気店はなかなかアクセスできませんね。接近できません。並んでね買うのも一苦労ですね。こちらね、みたらし団子と小倉かまぼこ、坂本商店、サバサンドってサバサンド美味しそう。ちょっとね今一番気になったのはサバサンドですね。はい、これ地図。あ、春の北九州パン祭りやった。結局合ってましたね。今おるのが多分ここですね、一番。坂本商店、あー、ここ飲食スペースやけどめっちゃ埋まってますね。お、クリームパンもありますね。ブルージャム、ここめっちゃ並んど。何屋さんすごいね、大人気やん。この店一番人気ありますね。こんな美味しいんやろか。メロンパンが売れよう。ホットドッグ、あーカレーもある。あ、めっちゃいい匂いするんやけど、うまそう。ここはねベトナム。さあこれで一周したのでちょっと真ん中の方を横切ろうかね。あ、ここも飲食スペースあるけどなかなかやっぱ空いてませんね。テントも少ないけど椅子自体も少なくてね、これもう座って食べれませんね。もし買ったらどっか違う屋根のあるところに移動して食べるみたいな形がベターですね。ちょっと2つぐらいパンを買ってみようかなと思います。六丁屋って気になる。ネーミングがいいよね。あの抹茶のパンがめっちゃうまそう。買いたいと思います。美味しそう。最後一つお願いします。はい、680円のパンです。ありがとうございます。はい、今なんと抹茶のパン買いました。ちょっとねもう財布出すのめんどくさいんで小銭を持ってうろうろしたいと思います。あのね団子もめっちゃ気になるんやけどね、っていうかね、どこのパンが美味しいとか全然詳しくないんでわかんないんですよね。でもな、あの人気の並んでるとこ気になるんですよね。よし、すいません、サバサンド一つお願いします。あ、500、サバサンド一つお願いします。はい、すみません。ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。よし、今ね、ゲットしました。さあ、2つ買ったけど食べようかね。飲食スペースが空いてないのがね。どうしよう、リバーウォーク行く？一瞬橋の下で食べようかなって思ったけど、それはダメですよね。この木の下じゃ無理やろうね。葉っぱがない木、屋根代わりになってないしね。ちょっとね、入って食べれそうにないですね。よし、ちょっと場所変えようかね。やっぱさっきのもう1階の外のベンチにしよう。すごいね、古着がいっぱい売っとこの辺結構空いてましたね。これね、一丁やこれマジのね、サバサンド。いただきます。はい、次はこっちですね。めっちゃ美味しいこれ。めちゃくちゃうまいです。もうね、120点美味しいです。はい、サバサンドがね、めちゃくちゃ美味しかったです。では、ご視聴ありがとうございました。